蔵さんの歌と演奏です。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんばんは。今日はご週さん本当にお疲れ様です。ただいま紹介いただきました成友です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。夏風邪こじらしてまして、時々咳込んでしまうかもしれないんで、その時は何卒ご容赦ください。はい、それで憲法違反の安保関連法、戦争法が強行採決されてもうあれから3年ですね。で、皆さんと同じく私も今も相変わらず国会前や議員会館前の集会に駆けつけ、そして仲間たちと共にですね、街頭に立って代表選で、道行く人たちに、訴えて、そしてチラシ配りとか、署名3000万署名ですね、やって訴えを今も取り組んでおります。それというものともですね、こんな世の中をですね、次の世代にも手渡すわけにはいかないっていうこの気持ちです。皆さんもそうですよね。はい、頑張っていきましょう。本当に最初の曲です、これは応援歌です。頑張れ玉城デニーさん、頑張れ沖縄、そして辺野古新基地建設は絶対に止める、この思いを込めまして、この曲を歌っていきたいと思います。はい、最初の曲はダイナミック琉球という曲です。Sweet, I'm the sucker. Sweet,
のヨットの春波に浮かべて夜空を渡る夢のサバにクオンの空に長い星一つ波は思いを寄せて返す名もなき北朝鮮の南北首脳会談開かれまして、朝鮮半島の和平と非核化に向けて大きな進展がありましたよね。でこれを作り出したのも韓国市民の力、そう、パク・クネ政権を退陣に追い込んで、そしてムン・ジェイン政権を成立させた韓国の市民がの力があったればこそだと思います。はい、一昨年韓国ではソウルで連日100万人以上の市民が集まって行われたいわゆるろうそく革命、政治の私物化を行ったパク・クネ政権を退陣に追い込みましたよね。でお隣韓国ができて日本ができないわけがないです。本当に史上最悪最低の安倍政権を本当に倒す、次は韓国の次は我々の番じゃないでしょうか。どうでしょうか皆さん。ではそのろうそく革命で歌われましたこの曲です、真実は沈まない、この曲の日本語バージョンで歌っていきたいと思います。19日コードでもう皆さんおなじみだと思います。ぜひどうぞ一緒に歌っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、皆さんろうそくの準備はよろしいでしょうか。光物の準備よろしくお願いいたします。ではいきます。光は闇に負けない、光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、誠は嘘に負けない、
2015年の9月19日の未明、
雨が降ってましたよね。私たちは国会を取り囲んでどんなに悔しかったか。この憲法違反の戦争法を私たちは絶対許さない、諦めない、必ずこれの廃止を勝ち取る、そうした決意をしたのは今から3年前だったと思います。実際にこの憲法違反の戦争法がその後どんなひどい状態になったか、あの南スーダンの日本問題に象徴されるように安倍内閣はあんな無茶苦茶をやった、嘘をやった、有権者市民に嘘をついて南スーダンの戦争状態のところに自衛隊を派遣した、そして今またとんでもないことを言ってますよね。シナイ半島の多国籍軍に自衛隊を派遣すると言ってます。この戦争法に基づいてこの間彼らが失敗続く失敗で何もできなかった、なんとか戦争法を強行採決した、その辻褄を合わせようとして多国籍軍に自衛隊を派遣するなどということを私たちは絶対に許すことはできません。そしてこの自衛隊は今海上自衛隊はわざわざ南シナ海のあの様々に問題が起きているところに乗り込んでいって、そして当然の権利だと言って潜水艦を派遣した。この国は武力で他国を威嚇したり武力で問題を解決しないという立場なんです。あそこが公海であろうがなかろうが、中国の言ってることが正しかろうが何であろうが、それ前に私たちはあの地域にわざわざ海上自衛隊の潜水艦を派遣するなどということが許されるわけはないんです。これを戦争法で安倍内閣は合法化している。私たちは憲法違反のこの戦争法を絶対廃止して、こうしたさまざまな挑発行動を許すわけにいかないと思います。今沖縄県知事選挙が戦われています。小長さんの意思を受け継いで玉城デニー候補が全力を挙げて辺野古新基地に反対し、アジアの平和のために、そして沖縄の民衆の未来のために今戦っています。私たちはしっかりとこの玉城候補と連帯をして沖縄県知事選に勝利をする、今日の場所はその重要な一つだということも併せて確認をしたいと思います。今度から有効で効果的な我々に可能な支援というのをやっていきたいと思います。朝鮮半島で南北首脳会談が進んでいます。今日南北の首脳は平和のための重要な合意をしました。この合意を私たちは引き続き反問天宣言と合わせて協力し支援し抜きたいと思います。これをあれこれ言って妨害をする安倍内閣の策動を絶対許さない。北東アジアの平和と非核地帯化を絶対に私たちはやり遂げる決意を今日したいと思います。安倍9条改憲、安倍内閣が今こうして一切のことを憲法9条を変えることで進めようとしていることを私たちは許しません。全国で3000万署名に立ち上がってこの安倍9条改憲反対の世論を大きく作っている仲間たちがいます。暑い夏も寒い冬も3000万署名で多くの人々に平和を働きかけ9条を変えさせないという戦いをやってきたと思います。私たちはこの力で、そして市民連合に結束をして野党の皆さんと一緒になってこの立憲各野党と市民連合と私たち全ての市民と一緒になって、必ず次の参議院選挙では安倍内閣の憲法発議を阻止する、そうした戦いもしていきたいと思います。安倍晋三は年内に憲法改悪案を国会に出すと言ってます。麻生太郎は来年の参議院選挙前に国民投票をやると言ってます。これらの一切のこうしたデタラメな乱暴な改憲の動きを絶対に許さない。今日はここに集まった私たちの戦争法から丸3年、この決意を持って引き続き戦い抜きたいと思います。今日は野党各党の皆さんもたくさんおいでです。この皆さんとしっかり私たちは連帯して国会の中と外で共に戦い抜きます。頑張りましょう。
政党の皆さんがこちらの方においでいただいています。到着順にご挨拶をいただきたいと思います。肩書きについては省略をさせていただきます。最初に無所属の会大串博衆議院議員です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、今無所属の会で幹事長を務めております衆議院議員の大串博でございます。今日はこれだけ多くの皆さんと共に安倍政権を終わらせる、そして沖縄の皆さんの意に沿わない、こんな基地は作らせない、そういう思いを高らかに歌える、そういう場を持てたこと本当にありがとうございます。あの憲法違反の集団的自衛権安保法制が強行採決されてもう3年、実は私衆議院であの法律が強行採決された時最後の民進党の質疑者だったんです。安倍総理は私に言いました、国民の理解は進んでいない、国会で自分で述べておきながらその直後になんと強行採決、ありえない、しかもその後できた法律を乱用悪用にする、乱用悪用、先ほど話があった市内半島の MFO という多国籍軍に人を送るという話も出て、なぜ国連が人を送れてないのか、そこを私たち考えるべきなんです。そんなことも考えないで国際平和協力だという名前を使いながらあれこれあれこれ乱用悪用、それだけじゃないですよ皆さん。私昨日ね、菅官房長官の記者会見聞いてハッとしたんです。あの集団的自衛権、安倍総理が国会で言った、限定的だから憲法違反ではありません、限定的だから、安倍総理が言った限定的だと言ったあの時の意味は、日本海で日本を守るために活動している米軍の船がある、それに北朝鮮がミサイルを撃ち込んでくる、こんな時に何とかできなきゃいけない、その限定的な例に対するだけだからいいんだと言った。しかしどうですか皆さん、菅官房長官が昨日言った言葉全く違いますよ。なんと北朝鮮からグアムに飛んでいくミサイルを撃ち落とすことも集団的自衛権でやれるんだ、国会ではそんなこと一回も言ったことがない、そんななし崩しの乱用悪用をする安倍政権を許すわけにはいかないじゃないですか皆さん。安倍総理が言っている憲法9条の改正、自衛隊を位置づける、聞こえはいいように聞く思えるかもしれない、しかしとんでもない、それは意味するところは安倍総理がやり放題にしてきたあの安保法を国民の皆さんにこっそり追認してくれという、それが本質なんですよ皆さん。そんな安倍総理が言う9条改憲、飲めるわけないじゃないですか皆さん。今度こそ潰しましょうよ、今度こそ潰しましょう。その第一歩は沖縄の県知事選挙、玉城デニーさんが全力で頑張ってくださっている、沖縄の皆さんの、オール沖縄の皆さんの思いを受け止めて頑張ってくださっている、あの権力でゴリ押しの安倍政権の思いを跳ね除けていくために頑張っている、その思いを沖縄で勝利を勝ち取るという結果を持って皆さんで安倍政権を跳ね除けていこうではありませんか皆さん。今がその時、今こそ立ち上がる時、あの自民党総裁選でも大臣辞めるとか圧力をかけてなんとか、私どうかなと思うけども、それに対して安倍総理が言った、誰が言ったか言え、そんな圧力を総理がかけてどうするんだ、今職場でもパワハラモラハラ絶対あっちゃいけない、それなのに総理が権力を乱用する、こんな
な国であってはいけない。皆さんと共に憲法を守る、そして立憲主義を守る、その戦いを勝ち抜いていきましょう。よろしくお願いします。大串さん、ありがとうございました。続きまして、国民民主党小宮山康子衆議院議員です。お願いします。ちょっと待った。はい、皆さん、こんばんは。国民民主党総務会会長、衆議院議員小宮山康子です。今日は安倍政権を退陣に追い込み、そして沖縄辺野古新基地建設阻止のための連帯のご挨拶を党を代表して行わせていただきます。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。正直ね、福山先生の話の後だと思ってて、聞いてからやりたかったなと思うところで、難しいというかね、緻密なことは福山先生やっぱして、この問題よくでござんすですから。ですけれども、私の思い、できるだけ簡潔に皆様にお伝えしたいと思います。改めて3年前の9月19日のあの夜、本当に悔しい、そして日本の民主主義や議会制崩されたと思っています。これを取り戻すのは、何といっても国民の力が私たちは必要です。そのためにも、今日お集まりの皆様方、本当にお力を貸していただきたい。先ほど大串大吉からもありましたが、国会はあれ以降、特に無茶苦茶な状況、強行採決をすればいい、そんな形で議論もままならない。何のために議会があるのか、それを全くにもって返さず、やりたいことだけやり、誰かの利益のためだけに動く、そんなのは政治ではないし、近代国家とは言えません。私たちは、日本が憲法にあるように名誉ある地位を国際化社会の中で築く、そのための秩序をしっかりと守った国、それを取り戻す、それが皆様のこの活動であり、今回沖縄に象徴される活動選挙だと思います。皆さん、どう思いますか？そう思いませんか？さっきそのあたりね、玉城デニーさんのね、チラシもありがとう。私も一時期生活の通りおりまして、ご一緒でしたので、本当なんとか通ってもらいたい。ここにいないのはやっぱ沖縄に行かなきゃいけないんじゃないかと思いもしています。だけど、なかなかみんなが行けないんだと思います。この中で沖縄に応援に行くっていう方、辺野古に行った方、ある方手を挙げてください。おお、結構いますね。ありがとうございます。選挙戦でもあと1週間です。仕事もあるでしょう。いろいろあると思います。行けない場合どうするか、電話があります。ね、ぜひお知り合いに声を掛け合ってください。そして私、たまにやる手は沖縄料理店とかね、行くんですよ。意外に沖縄の人がバイトで来てたりする。そういったいろんなところ、自分の生きてる住んでいるところでもできることを、ぜひ地道に積み重ね、玉城デニー候補、沖縄県知事として、そして私たちの思いを重ねる候補として、知事として働いてもらいたい。皆さん、そう思ってますよね？与党とは向こう、まあね、青年会系だけどね、候補どうも建設業とか随分大量動員してるみたいです。公共事業を流す、うちの埼玉県にいた某自民党の財務局長やったのが、いろいろ昔は知事選の時にばらまきに行ったなんて言ってたんです。こんなことで沖縄の景気が良くなるわけないんですよ。よく自民党じゃないかなんて言う方、あ、これ名前出してるかな、大丈夫ね、まあ政党名だけにしとくね。よく言う方、正直基地があるから食べていくんだ、そんなことを未だに言ってる人います。これ返還前の今で言う今に自民党につながる、そういった人たちが言ったことが未だに70年経っても続いている。でも現実はどうか、玉城デニー先生に教えてもらいました。基地が戻った方が沖縄の経済は良くなる、そして所得も上がったんだ。だから
芸能やさまざまな産業、それを生かしてくれる新しい時代を玉城デニー知事として作ってくれると私は確信しています。そしてそれが皆さんの思い、この辺野古の新基地建設阻止につながる、そのことを信じ、そしてそのために皆様方のお力をさらに沖縄に注いでいただきますことをお願いいたしまして、連帯のご挨拶とさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。小宮山さん、ありがとうございました。続きまして日本共産党小池晃参議院議員です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の小池晃です。畑野君江衆議院議員と一緒に参加をしております。3年前のあの雨の夜を絶対に忘れるわけにはいきません。憲法違反の安保法制戦争法は廃止しようではありませんか。立憲主義と平和主義を取り戻し、当たり前で正直な政治を実現しようではありませんか。安保法制施行後、自衛隊と米軍の一体化が進んでいます。昨年5月、日本海に向かう米韓護衛護が初めて行われました。南スーダン PKO は撤収しましたが、シナイ半島での多国籍軍の陸自の派遣が検討されています。南シナ海では海上自衛隊の潜水艦が訓練をし、それを公表しています。派遣ありき、海外派兵ありきでどん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 実績を積み上げる、こんな姑息なやり方を絶対に許すわけにはいかないのではないでしょうか。大軍拡も歯止めがありません。専守防衛の建前すら投げ捨て、空母を持ち長距離巡航ミサイルを持つ、こんなやり方を絶対に許すわけにはいかないではありませんか。戦争法がもたらしたものは軍事面での歯止めなき暴走だけではありません。文書の改ざん、虚偽答弁、安倍政権の下で政治が崩壊しつつあります。個人の尊厳も否定するようなことが平気で行われています。この根源にあるのも立憲主義の破壊ではないでしょうか。何しろ戦後60年続いた集団的自衛権行使できない、この閣議決定を平気で打ち破った感覚が完全に麻痺をしている。だからどんどんあらゆる分野でモラルの崩壊が進んでいます。戦争法の強行は平和を危険にさらすだけではなく、底なしの政治モラルの崩壊ももたらしたのではないでしょうか。戦争法を廃止して日本社会を大元から立て直そうではありませんか。今日南北首脳会談の共同宣言が発表されました。朝鮮半島で二度と戦争を起こさないと宣言し、そのための具体的な措置の履行も確認しました。朝鮮半島の非核化に向けた具体的措置も書かれています。私たちはこれを歓迎したいと思います。安倍首相は集団的自衛権行使の法案審議の中でいつも言っていたのは朝鮮半島有事でありました。しかしその口実が崩れつつあるではありませんか。北東アジアの脅威を取り除くのは軍事力ではなく外交力だということが日々実証されているのではないでしょうか。こんな時にさらに救助を壊すなんていうのは時代錯誤というほかありません。皆さん、救助を生かした本格的な平和外交は日本にしかできない仕事じゃありませんか。安倍救助会見は許さない、この一点で力を合わせようではありませんか。往年の最大の戦いが沖縄の県知事選挙であります。対決構図は安倍官邸対オール沖縄が応援する玉城デニーさんの戦いです。争点は辺野古新基地建設を許すのかどうかであります。相手候補は辺野古は国が決めることだこう言っている。国が決めるということは国は作ると言ってるんだから容認推進するということも
他ならないのではないでしょうか。だから安倍官邸が全力で応援をしている。負けるわけには参りません。大激戦、大接戦になっています。先ほど小宮山さんがあったように、沖縄の知り合いに、沖縄の友達にどん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 電話をかけようではありませんか。大沼知事の意思を受け継ぐ玉城デニーさんを勝たせて、皆さん流れを変えようではありませんか。そして市民と野党の共闘が始まったのも3年前でした。参議院選挙、市民と野党の本気の共闘をやって、自民公明補完勢力を少数に追い込んでいく。そのために全力を挙げて戦い抜く決意を表明してご挨拶といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。小池さん、ありがとうございました。続きまして、立憲民主党の福山哲郎参議院議員をご紹介いたします。皆さん、こんばんは。ただいまご紹介をいただきました立憲民主党の幹事長を仰っております、福山哲郎でございます。本当に多くの皆さんお集まりをいただきました。私たちのために集まったのではなく、日本の立憲主義を取り戻すためにお集まりをいただいたと思っております。共に戦いは続けましょう。よろしくお願いいたします。3年前の9月の19日、立憲主義、民主主義を取り戻す戦いはここからスタートしますと、私は国会の中で申し上げました。そして国会の内と外でこれほどつながったことを経験がありませんと申し上げました。あの思いはいささかも変わっていません。まだ戦いは続いています。そしてあの後、集団的自衛権の限定容認の安保法制が強行採決をされ、日本の憲法、立憲主義がないがしろにされました。その後、森友学園、加計学園で国会の中で文書を改ざんし、国会で虚偽の答弁をし、日本の議会制民主主義が壊されました。この3年間は日本の政治がどんどん崩れつつある3年間だったと思います。それなのになぜ自民党は安倍総裁が参戦するのでしょうか。今の自民党に日本の政治を真っ当なものにする自浄能力がないなら、国民の皆さんの一人一人の力で自民党に分からせようではありませんか。こんな政治はおかしい。真っ当な政治に日本を取り戻せ。そのことを今こそ戦う、その時期が来たのではないでしょうか。そのまさに正念場が沖縄です。生涯命をかけて翁長知事が戦い続けていただきました。翁長知事の意思をしっかりと引き継いで沖縄県政を玉城デニーさんに託していただけるように、沖縄の皆さんに力を尽くしていただこうではありませんか。そして今東京にいる我々もそのために一人一人できることを最大限にしようではありませんか。先ほどからありましたが、沖縄の友人、沖縄の仲間、沖縄の人たちに電話をしていただいて、一人一人の思いで翁長県政を引き継ぎ、辺野古を何としてもやめさせる、その思いをさらに投票日まで大きくしていくをお広げをいただけませんでしょうか。そして沖縄の知事選挙に勝って来年の参議院選
選挙に向けて安倍政権打倒に向けての流れを大きく作っていこうではありませんか。私はこの3年間自分が政治家をやっていて本当に自分の無力さと、なんでこんな政治が許されるのかという自断だを踏む思いでございました。その中で立憲民主党が立ち上がり、私は国民の皆さんに嘘をつくわけにはいかないということで立憲民主党の結党に参加をしました。何としてもこの国にまともな政治を取り戻す、その思いは今日集まりをいただいた野党の皆さんと市民の皆さんと共有していると思っています。どうか沖縄で勝つ、そして来年の参議院選挙で安倍政権を打倒する、総裁選挙で正直と公正がスローガンになるような総裁選は安倍政権が正直ではないこと、公正ではないことを表しているのではありませんか。正直で公正な日本の政治を我々野党の手で、市民の皆さんの手で取り戻すことをここでみんなで誓い合って私のご挨拶をさせていただきます。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。木山さん、ありがとうございました。続きまして、社民党の吉川はじめ衆議院議員です。お願いします。皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました、社民党で幹事長を務めております衆議院議員の吉川はじめです。本日はあの戦争法の強行採決から3年、あの時の思いを忘れず、その違憲の戦争法を廃止するために、そして立憲主義を守り平和を守るために、こうして会場にあふれんばかりの人がお集まりいただいたこと、まず心より感謝を申し上げます。3年前を思い出しております。あの時、先ほどお話がありました、冷たい雨が降る夜でありました。国会の中はいよいよ今日強行採決か、そんな緊張と、そしてたくさんのメディアが詰めかけて、じっとりと汗をかき、異様な雰囲気の中で国会審議が行われておりました。まあ、正直言いまして非常に汗臭い異様な匂いもしております。たまらず小窓を開けた時に聞こえてきたのが、市民の皆さん、主権者の皆さんの立憲主義を守れ、平和主義を守れという声であります。あの声に我々はどれだけ勇気づけられたか、そして何としてもこの法律を廃案にしなければいけないという思いを新たにした一日でもあります。残念ながら数の力で論理も破綻をしているにもかかわらず、強行採決、戦争が成立して早3年、この3年間にいろんなことが行われてまいりましたことは、すでに多くの方が触れられた通りであります。2000億円以上、おそらく最終的に私は1兆円かかるのではないかと思いますが、地上配備型のイージス・アショア、地元の反対にもかかわらず来年の概算要求に盛り込まれております。このイージス・アショアを入れた際に説明されていたことは、朝鮮半島からミサイルが飛んできて日本国民の平和と安全を守るためには必要だ、そのように私は防衛省から説明を受けました。しかしイージス・アショアの能力、皆さんご存知でしょうか。宇宙空間を飛んでいる弾道ミサイルを撃ち落とす能力がイージス・アショアです。日本の上空
宇宙空間を飛んでくるミサイルは日本には落ちてきません。ボールを投げて頂点から真下に落とせるのは星飛雄馬だけです。その当時からおかしい、これは別の意味があるのではないか、そう問いただしてまいりましたが、一向に要領を得た答弁はやられませんでした。そして一昨日ですか、先ほどもお話がありましたグアムの防衛、このためにも使えるんだ、それが実は最初からの目的であります。この戦争法によってあの時限定された集団的自衛権と言っておりましたが、すでに実態は限定のない集団的自衛権の行使にすら突き進もうとしております。この流れを何としても今止めなければいけない。そしてこれも多くの方が触れました、今沖縄ではアイデンティティをかけた戦いが続けられております。我々にできること、精一杯やろうではありませんか。そして来年の参議院選挙、野党しっかり手を組んで今の安倍政権に通撃を与え政権を倒そうではありませんか。そのために社民党、立憲野党の皆さん、そして市民の皆さんとともに最後まで戦い抜くことをお誓い申し上げまして、私からのお訴えとさせていただきます。共に頑張りましょう。吉川さん、ありがとうございました。本日は無所属の湯野木道義衆議院議員も駆けつけていただいています。ご紹介いたします。戦争法と安倍政権の廃止に向けて市民と野党の大結集、共に頑張りましょう。野党の皆さん、どうぞ前へ。皆さん、市民と私たち市民と野党のしっかりスクラムを組んで国会内外頑張っていきましょう。頑張ろう、実り多い秋にするため先立つものが必要です。今会場をオレンジのスカーフをしたスタッフがカンパのお願いで回っています。どうかご協力いただきますようにお願いいたします。連帯スピーチです。最初のスピーチは安保法制に反対する学者の会、上野千鶴子さんです。よろしくお願いします。今日は喪服で参りました。3年前の今日、民主主義が死んだ日、それから今日が最終日でございます。その6年前に安倍さんが自民党総裁選で辛くも勝ちました。その後こんなに長期政権が続くとは安倍本人も信じられなかったと思います。で、あんな無責任な形で、政権を投げ出し政界復帰が不可能だと思われた、安倍さんが復帰したために、私はあの安倍内閣をゾンビ復活内閣と呼んでおりました。そのゾンビがなぜだかこれだけ抱っこして続いてしまった。で、その間にやったことといえば憲法違反の数々です。集団自衛権を閣議決定した後、安保法制を行使、それから憲法が保障した国会議員4分の1の召集による国会の召集要請を踏みにじりました。
党利党役で2回も大義なき解散総選挙をしました。1回の国政に60億円以上かかっていたのはご存知でしょうか。借金を作り、格差を拡大し、嘘を本当と言いくるめ、沖縄をいじめ抜きました。私には尾中さんの死は戦死だと思います。自民党の党内情勢は明日総裁選が行われるそうですけどね、議員内閣制の下では自民党の総裁が主犯指名になります。そのぐらいだったらその総裁選に関われない私たちはいっそのこと大統領制にして私たちにも選挙権くれよって言いたいことになります。自民党の党内事情と国民世論との間には乖離があります。世論調査によれば国民は森友加計問題に少しも納得していません。憲法改正も望んでいません。自民党の支持率は他の選択肢がないという消極的な支持に過ぎません。それというのも野党がバラバラだからです。野党しっかりせよ。自分孤立してる場合じゃないだろう。シールズは解散しましたが学者の会は生きています。年寄りはしつこいです。目立つ活動をしていないように見えますが、あの時作り上げた OS はいざという時にいつでも再起動します。で、次回のイベントはここに落ちましたけども、10月27日アカデミズムとジャーナリズムには何ができるかというイベントを早稲田大学でやります。アカデミズムは大事です。戦うには理論武装が必要です。ジャーナリズムも大事です。メディアも責任は重いです。私は絶望していません。民主主義は不死鳥のごとくに繰り返し繰り返し生き返るからです。なぜなら皆さん方がここにいらっしゃるからです。諦めずご一緒に歩きましょう。私たち学者の会は皆さん方と共にいます。ありがとうございました。上野さん、ありがとうございました。次の訴えは止めよう辺野古埋め立て国会法医実行委員会より青木勝子さんです。皆さんこんばんは。止めよう辺野古埋め立て国会法医実行委員から一言アピールを申し上げます。皆さんすでにご承知の通り、7月の27日尾長武史沖縄県知事は撤回表明をされ、8月8日休戦されました。今沖縄では沖縄県知事選をめぐっての熾烈な戦いが展開しております。たった 0.6% の沖縄に 99.4% の政府を挙げての弾圧が繰り広げられています。戦争に反対し憲法改悪を反対されている皆さん、あの石破元防衛大臣はブログにこう書きました。米軍基地反対は盛り上がるために米軍基地は沖縄へ寄せていったと。そのために沖縄は基地が 70% 以上、さらに今辺野古近地新基地建設が建設されようとしています。 0.6% の沖縄と 99.4% の分断です。皆さん、尾長武史知事は言いました。国会の上に日米合同委員会が
今、皆さんは憲法反対、改悪反対です。しかし沖縄は平和憲法の拉致害に置かれてきました。そのことを考えていただきたい。この政府の 0.6% の沖縄と圧倒的多数の 99.4% の皆さんがこの差別政策を取り除き、沖縄の辺野古新基地建設訴訟を通して平和憲法の空洞化を埋め、そして改悪を阻止し、沖縄のぬちどぅ宝の島を取り戻して平和な日本の未来を築かなければなりません。沖縄を踏みにじって平和な日本はありえないのです。沖縄の辺野古新基地建設の阻止をして平和憲法を守り、ぬちどぅ宝の島を守り、そして沖縄の平和、日本の平和を守り抜こうじゃありませんか。今私たちの仲間が舞台の上に並んでいます。最後に皆さんと一緒にスプレーコールをして終わりにしたいと思います。どうぞこのプラカードを上げていただきたいと思います。小田が知事の意思を引き継ぐぞ。沖縄県知事選勝利するぞ。辺野古新基地建設を必ず止めるぞ。沖縄は勝利するまで負け諦めないぞ。沖縄のぬちどぅ宝の島を守るぞ。共に勝利しよう。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて沖縄より山城博さんです。会場いっぱいご参集の皆さん、そして中に入れなくて外にも何千の皆さんが結集のようです。本当にご苦労様です。暴走しまくる安倍、安保法制廃反、絶対撤廃をさせる、そして憲法改悪の条件を何としても阻止する、そして沖縄の戦いに勝利をする。この戦いに総結集いただきました皆さん、本当にご苦労様です。何より会場に全ての野党が総結集し、そして多くの市民団体、労働団体がここに超党派で結集をして戦う陣形を作っていただいていることに沖縄から感謝と敬意を表し、そして感動し、私たちも力を得ていることを感謝を込めて申し上げたいと思います。ご苦労様です。頑張ってまいりましょう。多く話がございます。沖縄の戦い、あと10日ばかりで知事選挙の投票日を迎えます。今回の知事選挙、なんといってもあの壮絶な死を遂げ、命を懸けて県民のために、未来のために心を砕いた小長武史知事の無念を晴らす、その意思を継ぐ戦いであろうと思います。多くの言葉はいりません。語ることもないだろうと思います。この選挙負けたら、負けるようなことがあったら沖縄の恥、小長さんに報ることができない、
権力との凄まじい戦いの中で命を落とした者が3人、形を示せることができないならば、何と申し開きをしていいのか、わからないじゃありませんか。ぜひ戦いに勝利をしたいと思います。このような事態に至っても、政府の幾ばくかの交付金と称する餌にしがみついて、誇りをからぐりして、目の前の人参にぶら下がるように、走り回る連中に、お腹さんの死を冒涜させるわけにはいかないのです。ぜひ戦いをしたい、勝利をしたいと思います。今日このように、東京首都圏の皆さんが大結集していただいたこと、必ず沖縄現地にも届くでありましょう。そして仲間たちはまた大きく奮い立つでありましょう。皆さんと共に戦いをしたいと思います。沖縄の現地にも伝えたいと思います。このような状況でなお安倍内閣に尻尾を振るようだったら、女川さんの死を無駄にするんだったら、女川さんの死を無駄死に犬死にさせてもいいと思うんだったら、もう打ち直しやめた方がいい。打ち直しやめない。腹の底からそのように思います。ぜひその戦いをしたいと思います。そして同時に候補となって頑張っている玉城デニーさんのことは語らんとなりません。58年前キャンプシュワーブにいた、駐屯をしていたアメリカ海兵隊が産んだデニーさんです。本人が言うにはその父親の顔も知らない、母親は辺野古のバーガーで働いていた、お母さんが忙しいので友人に預けられ、育ての親のもとで育った、このように言います。小長さんはそのことを踏まえて、沖縄の戦後史を象徴する政治家だ、だから次はデニーさんに必ず私の後を継いでほしい、このように語ったようです。皆さん、政府の圧力、暴力暴虐、差別犠牲の押し付けがやみません。まさに玉城デニーさん、その沖縄の戦後史の象徴であり、多くの差別を、多くの圧力を受け続けた人、私たちはそのデニーさんと共に未来を開くために奮闘していきたい、このように思います。彼は必ずや政治の光の当たらない人たちに、弱い者のために、さらに大きく言えば中央政府からありったけの犠牲と圧力を受け続ける沖縄県民全体のために奮闘してくれるものと期待をしております。どうぞ応援してください。今日は労働団体、多くの市民団体、平和団体総結集でしょう。それぞれの沖縄の関係団体、仲間たちにベールと激励と、そして自らも東京の地で、首都圏の地で、大和の地で頑張る、そのメッセージを送って沖縄の仲間たちを奮い立たせてください。そして連帯を、手を差し伸べてください。負けるわけにはいかないのです。あと一つ申し上げて話をまとめたいと思います。この選挙、10月1日にはもしかすると辺野古の工事の強行があるかもしれない。2年前の参議院選挙、伊波洋一さんが圧勝した翌日に高谷の工事が1000名の機動隊の同意のもとに強行されました。もし今回私たちの知事が勝利をすれば、10月1日にも工事強行があるかもしれない。
そんな状況です。安倍内閣というのはまさにそういう政権です。間違っても皆さん、どうぞ安倍政治がいいとか安倍に期待をして賃金を上げてもらおうなどとそんな風には思ってないと思いますけど、絶対油断をしてはなりませんですね。ぜひ気概を込めて頑張りたいと思います。私たちは10月1日選挙の結果いかにかかわらず辺野古に大決心をして警戒をしながら、もし選挙に敗北をするようなことがあれば改めて決意を固め合って何が何でもゲートに座り込んで会場に出て海に出て工事を止める、その決意を確認し合いたい、これように思っております。山城さん、なぜ負けることから先に言うのか、お叱りを受けそうでありますけど、その決意を申し上げたいと思います。もしレニーさんが勝利をするようなことがあれば辺野古を挙げて、いや必ず勝利はしますが、辺野古を挙げてお祝いをしましょう。そして皆さんと共に語り合いたいと思います。日本の未来のために憲法を変えて、市内半島まで自衛隊を送りつけて、南中国海で中国と睨み合いをする、このような恐ろしい政治家に国を任すわけにはいかない。私たちも必ずこの知事選挙に勝利をして辺野古を止め、憲法改悪を止め、そして皆さんと共に連帯しながら力強く政治を開ける、政治を我々市民の手に取り戻す、そのような戦いにまた立ちたいと思います。どうぞ皆さん頑張ってまいりましょう。今こそ立ち上がろう、ただいまご紹介をいただきました総務会レコード実行委員会の福山であります。皆さん、今山城さんの決意と歌を聞いたと思います。皆さん立ち上がりましょう。いろんな方々が安倍の悪事悪行語り尽くしてくれました。こんな安倍政権、私たちはいつまで許すんですか。今こそ立ち上がって安倍政権を打倒しましょう。その決意を今日は固め合いたいと思います。今日の参加者はこの会場内、そして会場周辺入れまして4800人というふうに確認をされました。4800の
この力を原点にして安倍政権を打倒しましょう。時間があまりありません。私の方から簡単に行動提起をしたいと思います。総掛かり行動実行委員会のこの秋から来年への取り組みは大きく言って3つあります。1つは沖縄闘争に勝利すること。総掛かり行動を全力で頑張りたいと思います。2つ目は憲法9条の改悪を阻止することです。安倍が臨時国会やら来年の通常国会で憲法の発議を言ってます。絶対許せません。戦い抜きましょう。3点目は東アジアで比較平和を確立することです。世界の大きな流れは先ほどもありましたが朝鮮半島での比較平和へと流れています。日本は一体何をしてるんでしょうか。北朝鮮の脅威を煽ってるだけじゃないですか。私たちはその脅威煽りに負けてませんか。私たちはもっと大胆に在日朝鮮人の方と連帯するんだ。日朝国交正常化を目指すんだ。そういう旗を大きく掲げて頑張り抜きたいと思います。その上での具体的戦術ですが、30日に行われる沖縄県知事選挙、絶対勝ちましょう。山城さんも少し語っておりましたが、情勢は楽観できる状況にはありません。この10日間本当に東京から私たちができることを何でもする、玉城デミー候補の勝利のために何でもする、そういう決意でぜひ頑張っていただきたいと思います。それと2点目は憲法改悪阻止の3000万署名です。今1350万です。1350万を3000万に増やし、全国各地で憲法改悪反対の集会を作り上げて安倍の改悪への動きを阻止しましょう。そして3点目でありますが、10月の19日ここで国会前で集会を行います。ぜひ結集をしてください。それと11月の3日です。11月の3日は多分臨時国会も開催されていると思います。安倍の憲法発議の動き、辺野古への基地建設の強行、具体的に見えてくると思います。私たちはそれに対決し勝つために、11月3日国会前で一大集会を開催をしたいと思います。私たちの力は大衆運動で安倍を引きずり下ろすことです。皆さんそうでしょう。みんなで力を合わせて頑張ったら安倍を引きずり下ろす、そのことは可能だと皆さん思うでしょう。私たちの決意が求められています。ぜひ頑張り合いをしたいと思います。そして来年の各種の選挙、参議院選挙で立憲野党の勝利を獲得をして、最低でも改憲派を3分の2以下に引きずり下ろしましょう。そして全力で過半数の獲得を目指して、戦後最悪の、世界で最悪の内閣、安倍内閣を打倒しましょう。私たちが頑張れば絶対勝てる。市民と市民運動と市民連合と野党が連携して頑張れば絶対勝てるという確信と決意を持って頑張り抜きましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。本日は渡辺治さんが今日お話しするというふうに予告をしておりましたが、体調を崩されまして今日は見えになりませんのでご報告します。先生からは、
よろしく頑張りましょうというメッセージをいただいていますのでご紹介いたします。続きましてコールです。再びコールです。菱山南部さんお願いします。コールをし合って、また再び頑張って今度は会計発議必ず止めるという決意を新たにしたいと思います。戦争法は必ず廃止。Bye.
戦争法は必ず廃止。諦めないと。
力を合わせて戦うぞ。
ただいま日比谷におきまして集会を行いました。日比谷の野外音楽堂にはあふれるばかりの4800人の仲間たちの参加で、大成功を収めました。戦争法から3年経ちました。安倍球場会見のこの声を大きくしていきましょう。沖縄辺野古新基地建設絶対阻止。私たちは今日 9.19 日比谷で大きな集会を行いました。コールを上げてきます。森友加瀬疑惑徹底追及。森友加瀬疑惑徹底追及。捏造隠蔽許さない。捏造隠蔽許さない。国有財産私物化するな。国有財産私物化するな。権力私物化許さない。権力私物化許さない。安倍球場会見絶対反対。球場会見絶対反対。会見発議に絶対止めよう。会見発議に絶対止めよう。戦争反対対話で解決。戦争反対対話で解決。戦争したがる総理はいらない。戦争したがる総理はいらない。辺野古新基地建設絶対反対。辺野古新基地建設絶対反対。土砂の投入許さない。土砂の投入許さない。沖縄県知事選挙を総理にするぞ。総理にするぞ。安倍政権を必ず倒そう。安倍政権を必ず倒そう。憲法改悪絶対止めよう。憲法改悪絶対止めよう。みんなの力で政治を変えよう。みんなの力で政治を変えよう。Thank you.
は厚労省の生産ネスト、公文書の改ざん、自衛隊の立法隠し、財務省事務次官のセクハラ、文科省の教育への介入など強権的な政治を続け、国民の怒りは頂点に達しています。私たちは森友加計疑惑の徹底解明と安倍政権の総辞職退陣を求めます。またそのような安倍政権に憲法9条を変える資格などありません。安倍政権が狙う海外どこでも武力行使できる自衛隊に変える9条改正に反対です。そして沖縄県民の意思を無視した辺野古の新基地建設は絶対に許せません。9月30日投票の沖縄県知事選挙は尾長知事の意思を継ぐ玉城デニー候補を当選させるために私たちは全力を挙げます。皆さん、日本憲法が謳う平和と命と人権が大切にされる社会の実現、辺野古新基地建設阻止、安倍暴走正義をストップさせるために私たちはデモ行進をしています。市民が力を合わせ野党と共闘して憲法を守り生かし政治を変えようではありませんか。それでは参加者の皆さん、プレスコールを行います。シュプレスコール、シュプレスコール、森友加計疑惑徹底追及、鉄道隠蔽許さない、国有財産を私物化するな、権力私物化許さない、安倍新庄会見反対、会見発議絶対止めよう、戦争反対、会まで平和を、戦争したがる総理はいらない、辺野古新基地建設絶対反対、辺野古埋め立て絶
隊は大戦争しました。安倍政権は労働党に閉鎖を受け、労働党の閉鎖に閉鎖に立法を受け、大戦争に危機感を受けから本会長の合意で止めてなど、戦争を始めたかったのに、戦争を始めたかったのに、熱を引いて許さない、私たちは、心を控えた、許さない、安倍政権の到来と対し、
働く者の声を
県の沖縄辺野古新基地建設阻止 9.9 日比谷集会のデモ行進です、先ほど日比谷野外音楽堂では5000人近くの児童参加で集会は大成功いたしました。ご通行中の皆さん、今自民党は総裁選をやっています。しかしこの安倍政権、厚労省のデータの捏造、厚労省の政策、経済の実行策、財務省事務次官のセクハラ、文科省の教育への介入など強権的な政治を続け、国民の怒りは頂点に達しています。私たちは森友加計疑惑の徹底解明と安倍政権の総辞職退陣を求めます。安倍政権が狙う
海外のどこでも武力行使ができる自衛隊に変える通常改憲に反対です。そして沖縄県民の意思を認識した日の者の権力は絶対に進むので、だから皆さん、昭和特区栄光の映画の一つの人間な会議に伝え、月橋交差点はスクランブル信号の、解除になっております。歩行者のためスクランブル解除になっておりますので、歩行者の方は対面の信号機に従った通行をお願いします。力を合わせて政治を変えよう。
と声を大きく出せ。こんばんは。私たちは戦争後から3年、安倍九条開港門、沖縄辺野古新基地建設阻止 9.19 日比谷野音集会のデモ行進です。先ほど日比谷野外音楽堂で4800人の参加で集会は大成功しました。ありがとうございます。安倍政権は公文書のデータで公文書の封鎖、自衛隊の報告書、財務省事務次官の封鎖、文科省の教育への介入など強権的な政治を続け、国民の怒りは頂点に達しています。私たちは森友竹疑惑の徹底解明と安倍政権の総辞職退陣を求めます。またこのような安倍政権で憲法9条を変える資格などありません。安倍政権が狙い海外のどこでも武力行使できる自衛権を変える9条改憲に反対です。そして沖縄政府の意思を無視した元新基地建設は絶対許せません。9月30日投票の沖縄県知事選挙は小高知事の意思を継ぐ玉木候補を当選させるために私たちが選挙区を挙げます。皆さん、日本国憲法を歌う平和と命と人権を大切にされる社会の実現、辺野古新基地建設阻止、安倍防衛政治を強化させるために私たちはデモ行進をしています。市民の力を合わせ野党に投票して憲法を守り、しかし政治を変えようではありませんか。プレスコール、プレスコール、森友竹疑惑を徹底的に追及するぞ。追及するぞ。捏造と隠蔽を許さないぞ。許さないぞ。国有財産を自分が取りな。原子力の進化を許せないぞ。原子力の進化を許せないぞ。給料改正反対。給料改正反対。給料改正反対。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 反対
法律いらない。セクハラ反対差別をするな。女性差別を許さない。政治の私物化許さない。安倍政権は直ちに退陣。安倍政権を必ず倒そう。
り切りましょう。ご苦労様です。こちらが解散地点です。